まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。おっと、ノーブルライツ、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後に光ルーファス入ってゲートイン完了です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは輝きローマ、ノーブルライツ、ダッシュがつきません。デルタスピード前に行きそうです。続いていくのが光ルーファス、内からは進行ウィンディ、サプライズパワー、そのうちに続いています。緑の帽子、アメージングレイス、いい位置につけました。並んで13番、テンパイ、バトルライン、この馬もこのグループ。その外からゴンメンダトーレ、その外にエセウスフリーゼ、ノーブルライツ、そのうちに続いています。内からは名声オペラ、その外からコシボイス、しんがりからエアシェリフ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。5番デルタスピード、依然として先頭。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。ここで待機シャーロック、先頭に変わりました。サプライズパワー、ほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。待機シャーロック先頭、サプライズパワー先頭、2番手は名声オペラ、先頭を捉えるか。アメージングレイス、まだ後ろ、懸命に前を追っています。ここで先頭に立った名声オペラ、名声オペラ抜けた。2番手はペセウスフリーゼ、名声オペラ1着、名声オペラ1着、2着はペセウスフリーゼ、見事に勝ちました。名声オペラ、アメージングレイス完敗です。着外に沈みました。